はい、おはようございます。今日はね、様々な魚が入った中から、この本マス、今の旬本マスをね、こうメインで撮っています。で、今日ね、こう本マスのうんちくをちょろっとね、話しましょう。で、このその前にね、まあ、そうか、まず本マスのうんちくでね、本マスはまあ基本的にこれマス、もしくはよくあの桜マスってテレビで言ってますよね。桜マスなんですよ。本マスって流通するか、桜マスって流通するか、これはまあどちらも同じです。ただし何が違うか、これね、まあ全く違うことはありません。で、本マスはね、だいたい3月から5月が旬なんですけど、この、じゃあ、桜マスって何なのかってことなんだけど、これ、皆さん、渓流釣りしますよね。もしくは、川の魚知ってますよね。アユ、イナダ、ヤマメ。特にヤマメ、渓流の女王。それがこれなんですよ。つまり、川で生涯を閉じるヤマメか、川から海に降りていた、降りた個体。これ不思議とここまで大きくなってしまいます。すごくね、大きくなっちゃうんですよ。特に今日この買ってきたこの本マス、桜マス。だいたい基本的に40センチから70センチって言われてるんだけども、これは70センチオーバーの 3.1 キロ以上。3.1キロです。だから、最も大きいクラスですね。でね、これいろんな様々な調理方法があるんですよ。当然あのバター焼き、塩焼き、それからギュッと塩で締めて甘塩にしても美味しいし、ムニエルにしても美味しい。そしてところがね、今お刺身で出すとこも多いです。ただこれが本当にプロがね、常識通りきちっと処理したんであれば問題ないんですが、もうね、アニサキスの事故が後を絶えないんですよ。で、なぜか、この、桜マス、本マス、天然、特に、これ天然の話、養殖はいいんですよ。天然の桜マスは、95% の個体でアニサキスはいます。で、これは新しいから、すぐに腹の方を刺身する、背を刺身する。まあ、本当に危険なので、それはやめてください。じゃあどうすればいいのか。これね、業務用冷凍庫クラスがいます。マイナス40度で3日ぐらい。まあ3日だな、2日って言われるんだけども、とりあえず3日。まあうちの場合マイナス60度なんで、まあ1日も止めれば十分締められるんですが、人類が滅びてもアニサキスは滅びない。アニサキスは宇宙に行っても生きてるぞっていう具合強いんですよ。当然シメサバでね、巣にすれば死ぬでしょうとか、そんな生優しい寄生虫じゃないんですよ。巣の中泳ぎますよ。で、当然加熱、つまりお煮付け、軽くさっと新しいんでさっと煮て、こう煮汁をね、いい魚なんで味を生かすためにさっと煮ましたぐらいじゃあ、で、アニサキスは何も死にません。だから、特に調理人、それから、今ね、創作料理で、新しいから出す。それは当然なんだけど、新しいからこそ危険だっていうこともね、再認識してください。特にマス系はね、アニサキスがいる確率ってもう数式で出てるんですよ。だからこれはもう 95% アニサキスはいるので、これはもう確実に、天然の刺身は、処理をしたはずでないとダメです。そして、ね、食べに行く人はね、この桜マスが出た場合、刺身で、これは養殖なのか、天然だったらちゃんと締めているのか、その辺をちゃんとね、聞いてから食べるようにしてください。特に創作料理もそう。このカルパッチョとかね、桜マスのカルパッチョなんてね、新しいんですよ。音でから来たんですよ。まあ、函館から1時間半ぐらいのところでね、いい場所なんですけどね。
ここでそれを生でね提供してしましたなんつったら、これ絶対食べちゃダメです。でこちらおろしにしたのがこういう状態、綺麗でしょ、こういう身の質です。そしてこれをね今日はね今日何本か入れたんで5日後用にもう味噌漬け作っちゃいました。こんな感じ。これは石野の白味噌、それから信州味噌を少し入れて、で隠し味にカスのいいやつを、上等のやつを少々入れて、あとは塩とみりんだけです。で魚の味を引き出すのに 4,5 日かかりますので、このままずっと寝かせて5日後に焼いて注文もらって、焼こうかなと思ってます。まあ、今日ねくれぐれもね、この本マスの刺身を食べるときは本当に気をつけてください。でこの本マス、これは今でいう桜マスです。で桜マスはヤマメです。川から降りて海に行き、でこの時期取れるのは海から川に遡上する、そこでいっぱい取れるという、そういう季節になっています。まあ春を告げる魚の一種、一つですね。今日は以上です。